オリンパスオリンパスペンペン EES ペン EB1、e、オリンパスペンはオリンパスが製造販売するカメラ及びそのシリーズである1959年にハーフサイズカメラとして発売されその後に派生機種後継機種が発売されてシリーズ化された後年には派生シリーズとして一眼レフカメラのオリンパスペン F シリーズが世に出ているペンシリーズは普及型の ペンイーイさんがシリーズで一番のロングセラー機種となり1973年から1986年にかけて約13年間生産、販売され、長期にわたりオリンパスの大衆カメラ需要を担った。さらに2009年には本名称を冠したデジタルカメラのシリーズも発売している。デジタルカメラ版は厳密にはフィルムカメラ版の派生、後継機種ではないが、 フィルム版級ペンシリーズと同コンセプトのもとに同シリーズを引き継いでいる。2020年現在、現行の機種はデジタルカメラのシリーズのみとなり、フィルムカメラのシリーズは販売終了済みとなっている。最初のペンが世に出た権威は、後年、オリンパスの取締役まで務めた技術者のヨネタに、ミクが上司から6000円で売れるカメラの開発という課題を与えられたことに始まる。 1958年7月1日から設計に着手した。価格6000円は当時の日本製カメラとしては相当な低価格設定であり、通常であれば大衆向け製品と割り切って、グレードの低いレンズに簡素なメカニズムの組み合わせとし、性能面ではそれなりに低い水準で妥協しなければならないところであった。だが、 ヨネタニは大衆向けカメラであっても安易な妥協設計を取るべきでないと考え、ライカのサブカメラとして使える小型カメラという野心的コンセプトを打ち出した。ドイツのエルンストライツ社は、第二次世界大戦前から高性能な3 5ト、mm、ル版カメラのライカを製造販売し、世界的に3 5ト、mm、ル版カメラのベンチマークとしての地位を得ていたが、1954年には、 設計を一新した戦後型の革新作、ライカ M3 を発売し、レンジファインダー型カメラの一つの完成型を示して、市場に衝撃を与えた。1950年代後期、各国のカメラメーカーは高級機、大衆機の別なく程度の差はあれど、M3 のメカニズムを研究、そのシステムを取り入れようとしていた。米ネは1956年にオリンパスに入社し、 1958年当時は研修を終えて間もない新人技術者であった。しかし、もともと写真愛好趣味が講じてプロのカメラ技術者となった身でカメラのメカニズムには精通しており、また実家は資産家で自身のプライベートで笑いかを愛用していたのである。彼の見識がユニークな小型カメラの開発に生かされることになった。35mm フィルムを使うハーフサイズカメラの アイデアは主としてフィルム消費の経済性を狙ってそれ以前にも諸外国にいくつかの洗礼があったがフィルム画面面積の狭さから画質が悪くなりがちという根本的弱点があり広く普及してはいなかった。1950年代のオリンパスがハーフサイズに着目したのはまだ高価であったフィルムの節約という以外に画面の面積が狭いだけカメラの軽量、コンパクト化に適し、 一回撮影するごとの巻き上げストロークも短くて済むので手動巻き上げが基本の当時では連続速射にも向くなどいくつものメリットを考慮したものである開発に踏み切れた背景にはこの頃市場に流通するフィルムの性能改良が進みハーフサイズからの引き伸ばし仕様にも耐える程度の画質が得られるようになった事情があったとはいえ内科のサブカメラに使える性能を求めるなら 相応に高級なレンズ設計は必須でもあった。ヨネタニはカメラの最重要パーツであるレンズセットに写りを重視してあえて高コストなテッサー型レンズを採用、しかも簡易な前玉回転ではなく全群を繰り出す構造にして使うことにした。周囲からはヨネタニのレンズ性能へのこだわりぶりに、それでは贅沢すぎて採算が取れないと批判が集中したがヨネタニは ハーフサイズでは引き伸ばし倍率が高くなることから妥協せずレンズ以外の巻き上げ機構やシャッターなどには独自の工夫を盛り込んだ簡素化を徹底し予算内で生産可能かつ機能は損なわない合理的な設計を実現したシャッターにもこだわった当時000の小型シャッターは安価なバリオ型2枚バネのみで5枚バネのコンパー型やプロンター型は 零0までしか存在しなかった。二枚羽は羽一枚が大きく高速で動かすことができないので同じシャッタースピードであっても動いている。被写体を映し止められない。また、シャッター速度 B、1、25、1、50、1、100、1、200秒の4速でスローシャッターが使用できなかった。ヨネタニがシアンに暮れていると、上司がオリンパスワイドで、 レイレイシャッターを大量に購入したという縁から、シャッターメーカーのコパルに行って頼んでみる旨提案した。コパルで対応した専務の前原春一と常務の池田は渋ったが、創業者で社長の笠井正人の一声で、研究することとなった。完成までには、時間がかかるので仕方なく初代ペンは2枚バネシャッターを使用したが、この後コパルでは小さいレイレイレイシャッター規格に5枚バネの、 複雑な機構を組み込み、しかも一年後に商品化しなければならないということで、全社を挙げての大騒動になったという。ライカ M3 の特徴であった、迅速巻き上げが可能になるレーバー巻き上げ方式は、多数の歯車が必要で、当時の大周期では複雑かつ高コストになるため、採用できず、同様の機能を安価に実現する方法が、検討された。ベテラン写真家が、 旧式のライカファイフを扱う際に、右手人差し指の側面をノブに押し付けて引く方法で、巻き上げていたことにヒントを得、ノブをもっと大きくして、カメラ背面にダイヤル状にして露出させ、ダイヤルのギザ付きに親指の腹をこすり付けて巻き上げる構造が着想された。リアーワインディングと称され、同様の方式は現在でもレンズ付きフィルムで見られる。 当初歯車を1枚も使わないカメラを目指していたが、リアーワインディングを採用すると、スプロケット軸とフィルム巻き上げ軸を連結するため、歯車が2枚必要になる。そこで代償のコストダウン策として、連動するフィルムカウンターを簡素化することが考えられた。フィルム巻き上げ歯車の上に、それより1歯少ない歯車を置くことで1、回転することに確実に1外れ、 部品点数が少なく調整も不要で正確なフィルムカウンター機構ができ、これを特許とした。ヨネのこだわりは、本来専門デザイナー任せになるカメラの外装デザインにまで及び、その行きがかりから本職のデザイナーでもないヨネ自身が、デザインまで自ら仕上げることになったが、撮影しやすさを重視したシンプルかつ機能的な形態となり、結果としては成功であった。 こうして完成した、米谷の初女作カメラは、ペンと名付けられた。製品名については、試作段階では、18、メモ、ミッチーなどの名称案があったが、結局、桜井栄一常務の押した、ペンに決定したという。初代ペンに始まる一連のシリーズはすべて米谷ミックが、主導する形で開発されたが、廉価かつコンパクトでありながら、性能の良い随行レンズを装備して優れた。 撮影性能を発揮、しかもハーフサイズであるため通常の3 5ト、mm、ル半カメラの2倍の枚数が撮影できる経済性も相まって当時の大衆と専門家の双方から大歓迎され、1960年代を通じたベストセラーとなった。ペンシリーズはカメラ技術者としてのヨネタニの出世作となるとともに、市場にオリンパスの名を広め、ペンは ハーフサイズカメラの代名詞になった。その後、1980年代後半まで生産が続けられた。2009年には、かつてのペンの名称とコンセプトを引き継いだ新たなペンシリーズがデジタルカメラとして発売され、ヒット商品となった。ペン D3 ペンシリーズ最上位シリーズ。ペン EE- に、買ったその日からボタンさえ押せば、誰にでも写真が撮れるカメラというコンセプトで、 固定商店など機能を限定したシリーズ。セレン光電池の受光部カバーをレンズ周囲にドーナツ状に配した独特の外観で知られる。初代 EE、e、から EE-3 までのシリーズはマイナーチェンジを受けながら基本デザインを変えずに長期生産され、ペンの各シリーズの中でも合わせて25年にわたって生産される最多、最長生産のロングセラーとなった。 シャッターボタンを押しても、光量不足の場合は、AE 連動で、シャッターロックが作動し、撮影ミスを防ぐフェールセーフ性が特徴。このため通常のレンジファインダーカメラでありがちだった、レンズキャップをつけたままシャッターを押してしまうミスも、生じない。シャッターロック時、ファインダー内には、赤ベロと、通称される赤い警告マークが掲示される。なお、オリジナルのペン、ペン S、 ペンディーが独特の角型シャッターボタンを特徴としていたのに、対し EE 系はレリーズのネジを切った一般的な円筒型シャッターボタンを備える EE の派生型ゾーンフォーカス。焦点距離 25mm の広角レンズを使用したモデル。ラピットフィルムを使用するため一般の135フィルムは使用できない。日本国内では発売されなかった。 1963年より発売開始した一眼レフカメラのシリーズ。詳細はオリンパスペン F を参照新しい方向性の小型デジタル一眼システムを目標にフィルムカメラ時代の旧ペンシリーズ同様のコンセプトで開発され、同じくペンの名称が与えられシリーズの後継とされた。2009年7月3日に第一弾としてペン EP1 が発売された。 同シリーズの機種は、レンズ交換式のミラーレス一眼カメラである。マイクロフォーサーズシステム規格を採用し、交換レンズ群として M 随行デジタルレンズシリーズを展開している。同社は、同タイプのカメラを、マイクロ一眼カメラと呼称している。ペンの派生シリーズ。2010年3月5日に第一弾として、ペンライト EPL1 が発売された。ユーザーインターフェースが、 カメラ初心者向けに簡略化され、機能を一部省略する代わりに、ボディの小型化と低価格化を実現したモデル。単なる簡素化ではなく、EP1、P2 にはなかったフラッシュや可動式液晶ディスプレイが搭載されるなど、機能の差別化も図られている。一眼レフカメラの使用を躊躇していた、コンパクトデジタルカメラユーザーをターゲットとし、新規顧客の獲得を狙った。 女性をターゲットにした商品デザインと広告展開を継続しており、いわゆるカメラ女子の増加に大きく貢献している。ペンの派生シリーズ。蒸気ペンライトのコンセプトを推し進めた機能簡略版とも言えるもので、より初心者向けのユーザーインターフェースを搭載したモデル。ボタン数や機能の削減により、ボディのさらなる小型化や低価格化が図られている。ペンペンライトペンミニ。 ありがとうございます。